はい、今日はですね、ババフィールっていうね、割と新しい店です。ここはですね、高田馬場の早稲田口と富山口のちょうど中間ぐらいですかね、あのビッグボックスの方に行かない方に行ってください。そちらの線路沿いにずっと行くとですね、線路沿いからちょっと入ってちょっと奥まったところに、はい、こんな感じで、ババフィール焼き鴨ローストダックチキンベーキンっていうね、ビルマではね、ビルマ人が大好きなあの鴨のね、焼いた、まあ、北京ダックというかビルマダックというか、そういう料理があるんですけど、ここはねそれがとっても美味しいお店です、ね、ここもねちょっと隠れ家的なお店でね、もともとはなんかこうなんでしょうね、ちょっと和食というか和風のね、これはあのこれ富山口から入ってくるとこっちからずっと入ってくるんですけどね、富山口からずっと入ってきて、で、こんな風にですね奥まったところにねあるお店なんですよ。異尿地っていうんですかね、多分これ多分どん詰まりでしょうからね、異尿地という感じですけども、はい、この辺りからねもうねずっとねババフィールのね敷地で、ね、こんな風にね見てください、これすごいビルマンっぽいでしょ。これこの事務所パヤ人が、あのパヤ人見えますか、パヤ人ね、パヤ人、あの仏壇があるんですね。こうなんかいろんな会社、なんかいろんなことやってるみたいで、これなんとか合同会社って JM ユニティってね書いてありますが、はい。で、ね、本当になんか昭和の匂いがするようなね、こんな建物のところに、はい、ババフィール、はい、焼き鴨、ビルマ料理のねメニューがビビビビッとこんな風にありましてですね。で、味自慢、居酒屋って。ね。ここはね、もともと新大久保にある、焼肉屋、ミャンマー人が経営する焼肉店、岡山の、ね、高田馬場支店って感じですかね。いう感じで、はい。結構多角的にやってます。はい、今入ってきました。はい、ここは、はい、鈴木さんです。はい、前回に引き続いて、鈴木さんがいます。また偶然会いました。私来るたびに偶然に鈴木さんがいます。ということで、はい、ここはね、ババフィール岡山でございます。はい、じゃあ、ここでね、なんか最近ランチが始まったらしいんでね、そのランチを食べようということでね、今日はね、やってきました。じゃあちょっとランチのメニューをちょっと、はい、これでございます。はい、ね、はい、これがランチのメニューで、何があるかっていうと。何ですか？ああ、カレンの、ね、その、ね、あの、伝統料理っていうか、カレン料理がね、食べられるようですね。おいくらでしょうかね？鶏肉の、ミャンマーの民族、カレン族の料理、1200円。で、その他は、まあ、あの、鶏や豚や、ね、様々な、まあ、あの、おかずが食べられるということで、1000円。はい、これは、これランチ？これランチ？これもランチなの？おお、ベーキンのランチ。ね、ベーキンもランチでね、出るみたいですね。ということで、はい。オーケー、おー。おー、奥、山陽町の味で。はい。ということで、じゃあ、これも？あ、これもね。はい、ね。ビルマ語で書いてあるのでね、日本人の方にはちょっとあれかもしれませんが、ビルマ語勉強してる人は、これをちょっと、ね、読み解いてください。魚方、魚関係？ね、ね、魚関係がたくさん並んでます。じゃあ、これから注文して食べます。しっかりじゃん、うん。内臓もあるようですね。はい、それじゃあ、ちょっと。ね、この後じゃあ注文をして、何に行きますか、カツに行きますか、カレーに行きますか。ああ、そう、せっかくなので、はい、じゃあちょっとこれ全部並べて、何気にね、こんな感じで、はい、あります。今ね、ソウルインルインの記憶がかかってます。はい、ということでお店はこんな感じで、本当にすごくいい雰囲気のお店で、ちょっとすいません、ね、こう2階にもねお店あるんですね。ちょっとネネラオチーロやね。ね、こんな感じでね、本当にねいい感じなんですよ、本当に、ね、なんか落ち着いてね、ビルマ料理店っていうとね、夜はねカラオケがねいっぱいやってるんで、あんまりね おしゃべりできないんですけど、ここは本当にあのこんな風にね、それぞれ和風の昭和の匂いがするような個室があるんでね、まあゆっくりお話ししながらビルマ料理食べられると、ね、いう感じで、
上にねトイレもありますよちゃんとね。はい、はい、じゃあ私たちはこれから注文をしてでまた料理来たらねちょっとライブします。じゃあとりあえず一旦ここで切ります。はい、はい、料理来ました、ね、料理来ました。すごい、これで1000円、ね、この豚のね、ウェットになっててね、あの赤煮ですね、赤く煮たやつですね、三枚肉で皮がついてますよちゃんと。はい、で次はこれはねカチンですね、カチン、ね、あカチンじゃなくてカインね、カイン、カレン族の、ね、これはアタはチェッター、チェッターですね、はい、チェッターね、これカレン料理、辛いですよカレン料理は。これは別にあのカレンじゃなくて、ね、普通のやつですね。あ、そうそう、ね、じゃあで私たちはこれをねこれからいただきます、ね、はいはい、ということで、岡山、ババフィールから、中継でした。はい、じゃあいただきます。土日しかやってないですよここのランチは、ね、土日お越しください。はい、じゃあそういうことです。はい、じゃあ失礼します。ちょっといただきますってことだったんですけど、一応何があるかというとね、このカチンの、カレンです。さっきから俺カチンカチンって言ってるよね。カレンのね、カイン、カレンの、ね、これなんか、ジャケアのスープで、あとチェッター、これチェッター中心ですね。そうですね。ね、辛いですか？いや、辛くないですね、あんまり。これはね、バブフィールの美味しい料理って感じですか？そうですね、やっぱバブフィールテイストな感じがしますけど、ね、うん、はい、ちょっと濃厚な感じ。濃厚なね、はい、お酒がちょっと飲みたくなる。美味しい。私の方はね豚ですけど、もうちょっと食べちゃったんですけど、こういうあのきゅうりとかね人参とか、うん、あの野菜がここに、まあ、ついてまして、それを魚を使ったね、ガピダンというかね、こういうちょっと辛いね、ペースト状のものをつけながら食べるのが美味しいですね。で皮付きの豚、これね今ちょっと一口食べたんですけど超美味しかったですよ。であとこれはね、なんだっけ、言葉出てこないかな。チンマウジョウ。まあ、チンマウジョウ、チンマウ。チンマウジョウね。チンマウジョウ。ちょっとこれ影ができてて。チンマウジョウ。これもすごく美味しい。あとこれ、ナスね。ナスついてますね。タケノコね。それからこれ、卵ついてます。だから、野菜と、それからね、魚のこのペーストのやつと、ね、それから、この、チンマウの、ね、チンマウっていうバーゼルって言うんだっけ、バーゼル、ローゼル、あ、ローゼルか、バーゼルって、うん、ローゼルね、ローゼルの葉っぱ、これはね豚肉のね三枚に皮付き、うん、ね、ナスね、ね、かタケノコ、これね、卵ね、これでついて、これご飯がねライブへねおかわりできるかどうか分かりませんが、できればちょっとしたいですね。これはスープね、うん、ご飯、だから当然やつね、野菜につけるね、ナピエ、うん、ということで、まあ、こんなような内容でございます。これで1000円。しかもね、これ本物のね、あのバナナの葉っぱですから、こんな風にね、ふんだんに使って大丈夫かなってぐらいです。はい。はい、ということで、はい、内容はこんな感じでした。